2020年6月14日日曜日、皆さんおはようございます。そしてお誕生日の方もおめでとうございます。今日は少し焦らずにゆっくり朝ごはんを食べてのんびり過ごして、風や外の音や普段だったら見逃してしまうような、そんな小さなことを発見してみませんか？いつもきっと忙しい中で皆さんお過ごしだと思うので、今日は少しでもゆっくりできますように。それでは今日のプチ占い、今日は少し贅沢をしてみて、ご飯でも時間の使い方でも大丈夫です。少し心に余裕ができて、心も体も充電できそう。今日も健康に過ごせるように、手洗いとうがいをしっかりして楽しい一日にしましょうね。日曜日がお仕事の方も本当にお疲れ様です。お疲れがたまりませんように応援しています。本日のスケジュールはこちら。それでは今日も一緒に頑張ろうね